こんにちは、加藤彩菜です。加藤彩菜です。彩さん、よろしくお願いします。加藤ちゃんの奥さん。はい、そうです。よろしくお願いします。お勉強させてください。楽しみにしてきたので、よろしくお願いします。じゃあ行きますか、うん、今日ね、車がね、いつもよりグレードアップです。あ、そうなんかグレードアップどころじゃない。今日いいですね、涼しくて。私こういうことはあるとは想像もしてなかった。ケアマネージャーに来るって電話があった時は女子中心でこういうことなんだけど、したらね、じゃあカメラ入るのって言うからさ、まさかカメラ入んないでしょ。天気良くなってきました。なってきましたね、さっき雨が降りそうだったんですけど、さんの お出かけの時いつもちょっと降るんだけど、帰りに晴れてたりね、いつもね、ね、晴れ女、そう、ね、そう、本当そうなんですよ。今日は何見ようかなとかあるの？イトーヨーカドー何でもあるし、いいですよね。何でもあるからね。そう、何でもある。美味しいし、美味しいですよね。どこにでもあるでしょ。私の家から5分ぐらいのところにあります、イトーヨーカドーが、はい、たまたま近くにできたんですよ。カドちゃんって好き嫌いないの？ありますよ。あのピーマン食べれないですし、野菜も魚もあまり食べれないです。最近ちょっとずつ私が料理でごまかして食べるようになったんですけど。ごまかして。でも68歳までもうほぼ食べたことないです。お肉とラーメン、とんかつ。いやそれで倒れたんですよ。あの石原裕次郎さんがなった大動脈解離っていうのになって、その後でも大動脈解離の薬をずっと飲んでたんですけど、それが体に合わなくてパーキンソン症になったんですよ。大変でした。まあ、その時はでも車椅子使った時もあって、やっぱ友達にも全然合わず、黙々と私と一緒にリハビリして、でもまた舞台に立ちたいっていう目標ができて、それで今もう完治したんですよ。全然わがままなんですよ、カドちゃん。全然食べないですよ。あ、いいお天気ですね。暖かいですね。なんか本当暑い、ね、暑いです私。じゃあ行きましょうか。じゃあ行きますね。はい、はーい。キラキラ、あーすごい、キラキラマスク。ハートとかです。すごい、あ、キラキラですね。かわいいですね。当ててみます。白、あのね、あのかわいいです。ですこれキラキラ、これどうですか。これキラキラですよ。あ、初めてじゃないんじゃない。私ですか。来る前え、でも2回目と3回目ですか。あの、ご主人の、あ、はあります、何回も、うん、これずっとまっすぐですか、こっちですか。上がります。今は私の名前を伺ってみた。はい、川北さんたちとは、はい、はい、行きつけのイトーヨーカドーで。こんなに買いました。いや結構
これで4日分の食料みたいです。甘いものがお好きみたいで、お団子が大量です。みんなはピップあるでしょ、ね、何でもあるから買いに行けるから、買おうと思えばそう、ね、うん、はい、ありがとうございます。すみませんでした。ありがとうございました。うん、楽しかった。それを待ってたんですよ。もうなんか決めた時から ね、うん、ね、楽しかった。両家道は豊富だよ。いや、本当ですね。楽しかったですもん、うん、宣伝になっちゃうようだけど、ね、確かに両家道のねえ、いい奥さんだね。ありがとうございます。お父さんもいい奥さん、似たような感じだね。ありがとうございます。なんて光栄な。嬉しいです、嬉しいです。私も嬉しいのね。奥さんもらって、いや、ありがとうございます。加藤ちゃん幸せだよ。うん、だってほらまるっきりね、知らない人の奥さんだって。この人あの、うん、結婚するっていう時相当テレビに出てたもん、うんうん、あれが10年前ですからね。10年なんだ。食べ物の話ばっかり。お寿司大好きですから、うん、私も大好きだから。すっごい楽しかったです。なんか普通にもう私の方が楽しんじゃったぐらいな感じで、洋服選びも、洋服の趣味が私が買いたいなって思うような洋服を、あ、これがいいんじゃないって、で私と趣味一緒でしたよね、洋服の、あのハートのトップス、そういうのも、もう話があってすっごい楽しかったです。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。いや、もう全然優しすぎて、なんか普通に楽しんじゃったっていう感じで、うん、何か勉強したことがっていうのはないぐらい優しくしていただいたので、うん、でも私がちょっと今日申し訳なかったなと思うのは、まあ、初めて加藤ちゃん以外の方をこう車椅子でこう押してる時に、このここの幅が分からなくて、左の足ちょっとぶつけちゃった時があって、ありがとうございます。蚊が3匹ぐらい。やっぱそこがちょっと難しかったです。いや、狭いところのこう車椅子の移動とかっていうのは、うん、感覚がね、なんかもう足とかたまにあったじゃないですか、うん、うわ申し訳ないなって、うん、本当に、うん、私は介護技術よりも楽しくしていただけるのがやっぱり一番だと思ってるので、そういう意味では初めてとは思えないぐらい本当に優しく接していただいて、私もすごく助かりました。ありがとうございます。いや、本当にそうです。気がする何かあるしね、本当ね、どういうあれかなと、人かなと思ってたけど、ね、優しい子だわ。いや、ありがとうございます。そんな気使うことさせますか。いや、でもね、初回でこんなにしていただけて120点ぐらい。いや、全然ですよ、うん、全然です。優しすぎますよ。難しい、意気込み、そんなこと言えるような立場じゃないっていう、まあ、勉強はしましたけど現場に出てないので全然技術がなくて、だからもうこれからまだ全然勉強しないといけないことばかりなんで、少しずついろんな方にこう教えていただきながら勉強していきたいと思います。今日こうやってお会いして、なんか楽しくてもっとやりたいって思いました。きっかけになりました、本当に。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。